大阪のケマ桜宮公園昨日桜は花が散り若葉が目立っていました今年もそろそろ見納めです若干咲いてるかよかったかなっていうの、うん、ギリギリいけてよかったかなって感じです、うん、葉桜だけどまあまあこれで最後ですチル <laughs> 様も美しい桜ですがその花びらが あるる困りごととにつながっているとい,い1000本以上の桜がある京都府京都田辺市のこちらの工場では散った後の花びらの掃除というかねいうところあ集めた桜のこのゴミになってしまいますんでそれが毎年なかなか処分に困るというかね毎朝清掃していますが30分足らずでこれだけの花びらが。 ただ、散った桜の花びらを有効活用しようという動きも。ゴミになってしまう桜を使って、新たな素材を作る取り組みが始まっています。開発している大阪の企業を訪ねてみると。桜の花びらをベースとした桜チックという素材を開発しておりまして、花びらを樹脂に、 混練をさせましてで、えー、開発した。企業や自治体が処分する予定だった桜の花びらをプラスチックに混ぜて新たな素材開発に取り組んでいました。茶色くポツポツ入っているこれは何ですか。あこちらはですねあの花びらの繊維でしてあの実はこの桜チックに関しては。 あの着色っていうのは一切してないんですね桜本来の色なんですかあ、そうです桜の花びらを有効活用するとともにプラスチックの魅力も高めることができ一石二鳥の取り組みだといいます桜の花を使ったプラスチック素材の開発は世界で初めてだということで作り方は特殊です 桜の花びらを凍結乾燥させる場所ですそのまま使うと、劣化して変色するため、特殊な機械でフリーズドライの状態に加工します。それを今度は樹脂を加工する工場へ、プラスチックを溶かして、桜の花を混ぜると、わずか数十秒で鮮やかなピンク色に。 います。素材化っていうところで価値をつけて日本のものづくりっていうのがより価値のあるものに変わればいいなっていうふうに思っております。